でめちゃくちゃ賑わっております。楽しそうだよね。めっちゃ賑わってる。ロブスターがおるで。わお、かわいい。すごっ。はい、みなさんこんにちは。こんにちは、関本夫婦です。今日はミッドタウン日比谷に来ました、はい、東京ミッドタウン日比谷っていうらしい。今何時ですか？今は2時43分です。いつも通りですね。でも今日はしょうがないよね。そうやな、さっちゃんはね夜勤明けです。そう、夜勤明けできたからお仕事終わりでしょうがない。体力お化けやな、すごいな。でちょっともうねお腹減った。俺も今ジム行ってきてトレーニングしたけどご飯食べてない。そう、朝からまだ何も食べてないので。やばい、腹減りすぎた。で、今ダイエットしておりますので食べられるものが限られているというところで美味しいお店は知ってるのでちょっとそこに行ってみたいなと。もう行く店決まってるので、うん、ちょっと行きたいなと思います。レッツゴー。ここは大好きなスポットのうちの一つ。はい、さっちゃん大好きよね。大好き。俺ら結婚式をさ帝国ホテルであげたからさ近いんよね、うん、日比谷の。通ってた。そう、打ち合わせで毎月毎月来てたからさっちゃんはその度にこそっと見に来てたらしい。その後も何度も来てる、はい、ほんまはいろいろまず紹介したいんだけどなんせ腹が減ってる俺たちは。で今から行くお店は地下です。地下です。まず下に降りましょう。地下はいろんな駅とつながってて、うん、他の建物とかとも隣接してるから実はミッドタウン入ってたみたいなね、うん、気づいたらミッドタウンにいたみたいな感じの場所。こんな感じ。はい、じゃあ降りましょう。はい、というわけで地下降りてきました。降りてきました。このアーチがね綺麗で、うん、地下やのにめちゃくちゃ天井が高いのも特徴やね、うん、で今日行こうと思ってるのがこちらのお店です。鈴波さんでございます。和食のね、魚とかの定食のお店なんで、うん、ヘルシーに今日は行きたいと思います。思います。同じくの楽しみです。行ってみましょう。行ってみましょう。それ何？銀だら定食にしました。おいしい。待て終わった。あ、じゃあいただきます。はい、同じく銀だら定食。はい、一緒です。聞いてるっていうだけあって甘口でうまいな。美味しいよね。超うまい。食べたね。食べたね。めっちゃ美味しかった。美味しかった。あれ、口直しのお酢だって。ゆず？ゆず酢。めっちゃ美味しい。酸っぱい。ちょっとでも柚子の甘い香りの方が味の方が強い。美味しい。すごい美味しいよ。はい、というわけで食べてきました。食べました。美味しかったね。どこもすっごい人、うん、混んでる混んでる。今ちなみにもう世の中ゴールデンウィーク入ってますが外出してますね。ね、してますね。スタバですら混んでるし。スタバめっちゃ混んでる。ここも気になる。インドのお店、アップルパイ屋さんね。で今行ってた鈴波の地下1階から半分上がった感じ。そうだね。ここは何か1階と地下の間みたいな階があって、ここにフードホールがあります。はい、ご覧ください。こんな感じでめちゃくちゃ賑わっております。楽しそうだよね。めっちゃ賑わってる。ここにいます。我が家はですねご飯食べた
寄らないんですが、ちょっと見てみようか。雰囲気を味わってみよう。パキとか置いてる。美味しそう。そうね。いろんなお店が、あのフードコートみたいに席決まってなくて、いろいろ食べれるよ。めっちゃ美味しそうこれも。これ何料理？タイ。タイかな。ベトナム。伝わるかな、この感じ。もちもちゃんってした感じ、ね、あ、美味しい匂いしてる。美味しい匂いしてハンバーガーとかミートパイとかみたいな。スーザンミートボール。一旦ちゃんと一回行ってみよう。上上がります。上上がります。はい、というわけで1階に来ました。1階に来ました。世界のワイン無料試飲会開催中らしい。結構このイベントスペースイベントしてるイメージ。そうな、うん、いろんなことやってる。昼間からワイン好きたちがワインいっぱい飲んでます。グビグビしてる。ただね、我が家はね飲まないから。そんなにワインもそうやし、お酒自体もそんな飲まない。そうそうそう。ちょっとぐるっとしてみますか、うん、1階をまず。なんかすんごい行列。1階のおしゃれそうなテラス席のある店やけど、すっごい今人いた。テラスが気持ちいい時期だよね。あ、そうやな。ちょうどいい、うん、振り子みたい。あ、靴や。そう、ペリコ。ペリコね、大好きな。ペリコ。ペリコと呼んでいる。吸い込まれていきます。2階に来ました。来ました。2階はアパレルとか飲食店もあるし、ほんといろいろ不思議な形なんだよ。そうやね、建物四角く、こっからここまでじゃなくぐんにょーんってしてる。直線的な店がないね。そう、ぐるんって行っちゃう。え、チーズグッドピザって何それ。ここら辺から飲食店なんだよ。え、めっちゃいい匂いしてる。食べた後やけど、そそられるぐらいめっちゃいい匂いしてる今。天ぷら？チーズ？チーズ。え、あ、うわ、インドカレーやっけこれ。我々が、我々が一番今食べたいもの、インドカレー。はい、絶対うまい。でもね、当然食べられません。我慢しましょう。なんか高級感のある通りですね、こっちは。地下とかあの半地下とは全然違う。ロブスターがおるで。ほら。かわいい。すごい。こういう飲食な感じやね。ここのさ、抹茶のお店めっちゃ美味しい。そう。え、なんで知ってる？え、ここじゃないんだけど、銀座に店舗があるときに食べに行ったお母さんと。めっちゃ美味しかった。林屋しんべヱ。しんべヱ。しんべヱって聞いたらあの忍たま乱太郎しか思い浮かばない。和本部抹茶のお店。お預けや全部。ダイエット中からお預けや。でもさっきのですごい満たされてるから全然平気。一回これでぐるっとした感じか。うん、まだこっちがある。え、大きいな。大きいんだよ。建物。アーペーセー。アーペーセー。アーペーセー。可愛い。すぐ触るやんと思って。すぐ触りたくなっちゃう。そうやな。みんなそうじゃない。ふわふわってしてるものすぐ触りたい。はい、3階来ました。3階に来ました。雑貨屋さんとかが多い感じするな。そうだね。ラルフローレンあった。うん、ラルフローレン本部がね、寝具とかタオルとか。こういう。このね、雑貨屋さんもなんか異国情緒あふれてるね。かわいい。ああ、確かに。かわいいよ、ね。カラフルやな。こんな感じ。かわいいよね。あれ、これで東方に吸い込まれてまう。そうだね。これで東方に吸い込まれてまうな。このまま、こっち側がもう東方。うん。一回ぐるっと回ってみよう。うん、あ、7階もレストランフロアの感じか。急に静かなったな。急に静かな。誰も人おらへん。でこの反対側の飲食店は高級感ある。確かに。ほぼなんていうのかもわからへん。え、なんかすりガラス乗っててバーみたいな感じやね、うん、これバー乗ってるね、おしゃれ。左側バーやな。バーで、そば。そば、おそば屋さん。そば屋さん。
蕎麦がみ中華料理。うわ、フカヒレ1万2000円やって。まあちょっとラルフローレン頼むか、見てみましょう。ゴー。なんか脳やってる。脳って見たことない。あるよ。あるよ。お母さんと見に行った。さすがですね。緑がいっぱいのお店。Today is special。可愛いね。人気だね。緑。緑。あ、でもなんかうわ、お菓子とか。こっちはお菓子とか。食事ちょっと見てみますか。4回ここは1個の店だと思ったらさ、なんかすんごいいろんなお店が入り乱れてて、こことかは散髪屋さん、ね、ここ超楽しい。なんかアパレル売ってたり、食べ物売ってたり、床屋さん、アート売ってたり、石売ってたり石売ってたり、そこだけ聞いたらしかも2万5000円の石売ってる。2万5000円の石売ってる。いい香りのする石が売ってる。楽しいここ、ね、カフェも入ってるけど、うん、すっごい、なんだここは、一生入れそう。レクサスカフェ、本当はね、こういう甘いのがいっぱいある。これめっちゃ美味しそうだよ。もう我々はコーヒー飲みで、はい、エクサスカフェに行きました。ね、エクサスだ。なんてお店なんて店名忘れた。またコーヒー。おいしみ。おいしみ。ここのね、サンドイッチ前食べたけど。めっちゃ美味しかった。あのボリューミーで。デビルサンド？それじゃない。キャロットのサンド食べたよ。デビルサンドででもさっき見たのね。卵がいっぱい入っててめっちゃ美味しそう。めっちゃ早口やん。タイ人かと思った。なんか同じミッドタウンでも八重洲よりもさ、1店舗が広くない？結構。あ、確かに。店の面積広かったんですよ。店の数は少ないんだけど、お店の広さが広い。一つ一つの歌舞伎町タワーよりめっちゃ安かった、うん、そうそうそう、安いで、ちょっとこうハイクオリティな感じのお店がいっぱいあって楽しい。質が良い、デイリーで使うようなものが置いてある。確かにそんな感じだし、うん、雰囲気とも合ってるよね、うん、この周りの有楽町、日本橋というのが、うん、この辺りの雰囲気が、うん、で、実はですね、この後まだもう一個予定がありまして、映画を見に行きます、はい、まあ、東宝シネマがあるので、そこでコナンを今からね見に行きます。行きます。はい、やっと、もうめちゃくちゃ世の中で話題になってるけど、うん、全然見に出てなかったんで、うん、今日はこのミッドタウン日比谷も行きつつ、コナンも見に行こうかなと思っているので、コナンもね、見に行きたいと思います。それまでちょっと休憩でこのレクサスには入りました。じゃあもうちょっと時間潰して、時間になったら行きたいと思います。はい、やばいやばい、ゆっくりしてたら映画の時間になってもた。そうかな。外真っ暗。うん、真っ暗ではなかった。うん、そう、暗くなってきた。暗くなってきた。はい、ミッドタウン日比谷のお隣さんやね。お隣さんやね。はい、東宝シネマズ、ここです。来たよ、来たよ。急がないと、やばいやばい。レッツゴー。というわけで、コナン見てきました。見てきました。楽しかったね。めっちゃ楽しかった。すごかった、うん、コナン好きの人はぜひ見た方がいいと思います。うん、めっちゃよかった。アイちゃんだったね。うん、今回はアイちゃんがよかった。うん、はい、というわけでですね、一日通して、ミッドタウン日比谷遊んできましたけれども、いかがでしたか。うん、楽しかったです。嘘やな。そうじゃないの。いや、よかったよ。新しいところもいっぱいあるし、うん、おしゃれだし、美味しいお店もいっぱいあるし、
いいよ。そうやな、あのミッドタウン何個かあるけどさ、まあ、その中でも似てるところありつつ全然違うところもあるし、うん、楽しかったね。個人的にはこのレクサスのカフェがねやっぱかっこいいのがおすすめ、うん、そうそうそう。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上関本夫婦でした。はい、バイバイ。